早いな。ゴッサムシティの植物園まで。ジョーカー、何を企んでる。シートベルトをお締めください。揺れるのでご注意をしたさて。誘拐なんてすぐバレる。有名俳優のマーク・ハミルね。あんた大スターだよな。映画会社は身代金をたっぷりと払うだろうね。払うだろうな。俺あんたが出た70年代の映画が好きでさ、若者が勝ち目のない戦いに挑んで運命切り開く映画、なんだっけ、そうだ、コルベットサマーだ。おっと、殺じゃないか。だが心配ご無用、絶対逃げ切ってみせる。この先は右だ、キモいおっさん。なんだと、口を慎め、この出来損ないが。俺何にも言ってないって。変わり者の外れ者。いいから左に曲がれ。こっちの道は走りにくいんだよ。ったく、役に立たないナビしやがって。曲がれなんて言ってない。俺の口動いたかよ。そんなつまらん技しか使えないから、いつまでたっても二流のヴィランなんだ。二流だと？ああ、なんだ、やる気なのか。まあやってやるよ。止まれ。手を離せ、カイちゃん。お前やるぞ。おやおや、間抜け面が二つ。うまいことやったな、マーク。私が手入れをしている芝生へ車を誘導するとさすがだよ。でもどうやって？君はマーク・ハミルがスター俳優だという事実にとらわれすぎていて、声優としても有能だってことを忘れている。声優ってなんだよ。